みなさんどうもこんにちは、みながみ TV のふみです。ココです。はい、というわけでパジャマに着替えてます。せーの。はい、パジャマに着替えました今日はご飯ですけど、ママがいつも大変なんで、お手伝いをしたいと思います。え、いいんすか。いいですよ、うん、ありがとうございます。あ、じゃあこれ持ってきますね。ありがとうございます。ちょっとウィンナー洗って。はい、はい、ウィンナーじゃなくて、ウィンナーじゃなくて、ウィンナーじゃなくて、ピーマンの種を見つけるちなみにお化粧中です。切りたい。切りたい。魚切ったことありますよ。ダメダメダメ。食べていいですか。いいですよ。まず気をつけてね、コロコロするからね。すごいじゃん。あ、いいじゃない、はい、上手。どうぞ。ね、ゴーゴもやりと思う。ここ危ない。気をつけてね。うん、中もちゃんとゴシゴシやる。怖いな、なんか。ここの横もやった方がいいです。ああ、もうちょっと手、その、ああ。この時はもうパッていいのよ。むしろもう全部ちぎればいいのよ。ここを押さえる。ほら。おお。それが一番美味しいかもしれないよ。うん。じゃあ、ね、ぐちゃぐちゃになっちゃった。いいんだよ別に。あんまり細かくしないでね。でも、うん、ピーマンの美味しい。それが生きてる証拠。そうだよね。いいじゃないですか。はい。自由。こんなの小さいの食べます。ね、これ自由だよね確か。自由。だよ。違ったらどうしよう。で、これ乾いてなくな？昨日干したやつ。絶対的に濡れてるけど。そんなに行きたかったの？うん、ちょっとまだ乾いてない、朝干したばっかだから。うん、今はまあ OK ですね。見てくれ。見てくれます。最近さ、車の中でさ、クレヨンしんちゃんメールがハマっててさ。うん。お母ちゃん、しんちゃん分。お母ちゃん、お母ちゃん、お母ちゃん、母ちゃんでしょ。母ちゃん、真似してみて。ここじゃ、母ちゃん足臭いだぞ。母ちゃんじゃないから、ひろしな。お母ちゃん、お母ちゃん、あんまり聞いたことないけど。お母ちゃん、シロの散歩行ってくるよ。いいかい。しれっとチョコ食い始めたけど。いいかい。モノマネ中にバレないと思ってチョコ食い始めたけど。おいそれもしんちゃん風に言ってみて。おい大丈夫かね。なんか成長したニンニクっすね。今日買ったばっかなんだけどね。いきなり目がいらっしゃった。今日何ですかご飯。旬の食材を使った、もう簡単なものだよ。簡単な。子供たちが大好きな料理だよ。ママ、お弁当作りたい。大量のこちら。ナス。はい、お手伝い、来ました。ありがとう。おはようございます。おはようございます。今日は、はい、頑張って、行く。ゴー！イエーイ！この歌が覚えてくる。いつもいつもありがとね、なんて言えないんだよ。それが届くの。聞くとね、泣けてくるんだよ。いつもありがとね、なんてそれが言えないんだよ。それ
どどどどい今日のね、5時間目にね、うん、あのね、音楽だったんだけどね、いつも歌ったのね、なんで何歌ったの、あのね、ふらびこさん、ふらびこさん、まねっこさん、まねっこさん、やほーやほー、初めて聞いたかもしれない、新曲やほほほへへへへへへへするな、真似するな。今日はお肉は豚肉を使います。豚バラスライスを使います。これにお砂糖と片栗粉で揉んでます。お酒もです。おちょっとさ、ナスに最初はレンジでヒートしておく。ちょっとだけ、いつもいつもありがとねなんて俺が言えないんだよ。陶芸もさ、かれこれもう23年ぐらいは続いてるんだけど、でも終わるんだよ。23年間ずっと続けてきたことが終わるって衝撃なんだけど。めっちゃ匂いするわ。どっちのあった？これはスープ、わかめスープみたいな。ゆずは楽しそうに学校の話をするようになってよかった。最近本当にここ何日かで、あんまり学校の話しなかったかな、うん、まだね、未だに引きずりはあるんだけど、本当に食べてたからよかった。甜麺醤が大さじ3、今はだだから3、はい、ガラスープ大さじ1。はい、ナスをね、6分ぐらいかな、チンした。レンチンしておけば早くね、火が通るんで。よいしょ。ピーマンをね、ちょっと待って。当たり前でね、これ。当たりすぎるね。ちょっとしょうがない。切っとくか。ここにもいたわ。子供たちがああやって楽しんで料理をしてくれるといいよね。料理ができる前に食材に触るとか、うん、ご飯も進むのよ、なんかそういう日って、うんうん、これ丼にして食べたら最高じゃない。今の主張すげえな。うん、よし、完成。完成です。あら、ありがとうございます。なんか、あ、これ？高校生。これ？でも違うね、やっぱね、化粧したらね。ママ危ないから。手を合わせてください。いただきます。鶏皿どうぞ。こちらがカラカラです。こちらは子供用です。いただきます。このジャックリってもっとちゃんとジャックリじゃない？私は辛いの好きですね。うん、私も辛いの食べたい。
ね、韓国でさ、辛いやつって本当に辛いの？わかんない、なんかあんま辛いの食べてない。辛いの食べてないんだ。なんか全部が辛いイメージだけど。うん、うまい。何よ？うまいでしょ？あシオのおパジャマを汚したくないとゆずさんが言うんでね。そこぼせし黒でよかったね、うん、2年生の10月の時に YouTube 始まったんだから、うん、やばやばいね。そうよ、だからレントがめっちゃでかくなったんよ。確かに、うん、だってショートカットでやば、なんか声高かったよね、うん、皆さんどうもこんにちはみたいな、うん、そんなブリッコみたいな声じゃない。いやいや可愛かったな、あの頃はブリッコとかじゃなくて可愛かった、あの頃は単純に、うん、あの頃はまだベイビーだったね君たちね。高校が初めてだった動画とかも載ってるし、うん、丸5年だからなんかイベントやりたかったの、うん、だけど一回やれない、ちょっとね今から早急に準備するしても間に合わないから、うん、オフ会となるとさ、自分たちだけの予定じゃダメなのね。うん。でも、1年前ぐらいから準備するぐらいちょうどいいんじゃないの？早くね。1年前は早くね。ついて寝れないか、うん、3ヶ月前くらいか。半年前。1年前ってやばいよ。6周年のお祝いを5周年目でやるってことよ。3月はさ、だって卒業とか入学とかみんな忙しいじゃん、みんな忙しい、うん、私たちだけじゃなくて、そしても緊急あるしね。ねえ、ほら、それ心配じゃない。そうね、そう、うん、頭抱えちゃうよね。5月とか6月とか半年前やん。今まで会ったのハロウィンのやつは109ぐらいだよね。何ハロウィンのやつって。なんか中野区でやったじゃん、オープンカーじゃなくて。ああ。キッチンカー、キッチンカーで、うん、あれめちゃくちゃ楽しかったんだけど、案内されるやつ、なんかあんまりでかいのをドーンってやるよりは小規模をちょっとたまに細かく、何すんのオフ会って。パターンっていいかなと思ってて、うん、その大人だけで飲み会みたいなオフ会があってもいいと思うし、うん、あとはちっちゃい子を連れてピクニックみたいなのあってもいいと思うし、お酒は飲まないんですって方はランチ会とかあってもいいし、うん、あとなんかみんなで何か作りたいんですって言ったらさ、コネコネ星人とかがさ、なんか率先してなんかさ、じゃあこのキットでこれやりましょうみたいなね、でもあってもいいと思うしさ、いろんなパターンでいいかなっていう。あの俺サブチャンネル遊んでるじゃん、うん、勝手に、うんうんうん、で5万人目指してんの、うんうんうん、であと300人ぐらいなのよ。おやります。お何を？5人限定です。5万人なんで、はい、僕と美奈子さんと、みんなで飲みましょうっていうわけです。いろいろやりたいことはいっぱいあってさ、それをねどう実現していくかがね、あちょっとなんかワクワクしてきちゃった。僕やんワクワクすんぞ。やりたいやつなんだよね。どっかのお店で店主たちが店員になるの。それはいいと思うわ。てかそれがオフ会に近いんじゃない、ね、このチャンネルの人事店長みたいな、うんうんうん、こんな人見知りばっかりなのに大丈夫？大丈夫？お母さんも含めてね。お母さん、寝れとこの中で一番走る自信あるんだけど、うん、それはそう、うん、私の自信を持ってあなたを捧げる、うん、捧げられるみたいな、うん、それは大丈夫。でもコンコも意外といけそう。何が？確かに。何が？小雪レントだな。マルシーがブイブイしてくれたら、うん、マイちゃん、じゃあいつも見てますって、ありがとうございますってなる。あ、できるようになったの、そういうことも。うん、続くそっから。そっからいける？ひすいさんですか、ひすいちゃんですか。あ、そうです。そうですよ。もう下がってるかな。なるから、グイグイ来てくれたら。なるほどね。ゆうちゃんはいつまでもママのと後ろに隠れてそうやな。隠れやすいしね。隠れやすい。